ではないですね。だからちょっともうちょっともうちょっと頑張る、もうちょっと頑張ろうって感じです。前髪は本当にボサボサで本当にすいません。水作り中。おー嬉しい。あーそうですよね、今日はそう寝坊さんもちょっとうまくいかなくて、うん、なんかそうですね、今日は今疲れが今どっと出ております。餃子いいですね。私は何食べたか、あそうだ、今日はリハ終わりになんかお弁当出してもらえて、牛丼でした。2階ですね。ありがとうございます。頑張る子、明日本番ですね。うわそうですね、早く寝たいんですが、ちょっともうちょっと最後確認、今日の最終リハやって駄目出しを確認します。あれですね、そうですね、なんかケーキポチポチしてケーキ作ってくださるの、あれね完成したみたいでありがとうございます。ケーキをポチポチして8888回でしたっけ、言ったらケーキいただけるみたいな、いやいやいや、そんなケーキねはいいですよってぐらいのあれなんですけど、達成もしてくださってありがとうございます。皆さんの愛ですね、美味しくいただきます。いつ食べるんだろうか。バナナの日なんですね、吉野牛丼。え、吉野家さんだったのかな、何どこの牛丼だったんだろう、お弁当。そうですよね、なんかありますよね、たまにね消えちゃうの。2階席、あ、2階席の方も多いのかな、多いのかな。今日はすごいなんか髪ぼしゃぼしゃでごめんやん、ごめんやん。20列目。後ろの席の方も2階の方とかもね、楽しんでもらえるように頑張ります。1回ですからね、そう、サマーツアーとかね、ありがたいことです。何回も、何回、4回か、もう今年はやらせていただきたんですけど、1回で終わっちゃうので、1回だけだからね、早い。っていうものはもう噛み締めます。なんかね、すごいことですので、もう噛み締めながら皆さんパーティーしましょう明日は。確かに朝確認しようかなと思うんですけど、でも朝もありだな。でもなんか、朝でいいかやっときたいなっていうのはあるんですけど、ちょっともうくたびれだから明日の方がいいか、明日でいけるか。ちょっと SNS をしときたいから、モンブラン好きです。あ、明日皆さん、あれ宣伝の作ってないの思い出しました、今よかった思い出して。そう、明日はパーチー後はですね、2じゃないよの里川ほとのラジオもありますので、そうだ危ない、
つも準備するんですけど、やるの忘れてました。思い出してよかった。そう、皆さん21時40分からですかね、終わって。いいじゃないよ、の里川発の放送もあるのでぜひ聞いてください。8列目結構前だ、すごい。明日よろしくにゃん。あ、1日1回なんですね。じゃあたくさんの方が押してくださったということですかね。蜂蜜ドリンク飲みたい。みやび養蜂さん、あの一宮の蜂蜜のみやび養蜂さんだったかな、を使用したあのパチ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 蜜ドリンクっていうのをね、明日販売して、ロビーっていうかな、それは販売していただけるんですよ。みんなで、あのなんか、あの私はそのなんだっけ、あの養蜂場っていうんですか、は行ってないんですけど、あのラベルをね、みんなで考えたりして、あの名前もみんなで決めさせていただけたりしたので、そう、全部こだわりが詰まってますので、ぜひ飲んでみてください。おお、明日はどうでしょうか、楽しみに。そうです、私が先ほどポストさせていただいたみたいなの、ああいう瓶でね、結構大きいです。はい、販売していただけます。6列目、おお、すごい、頑張ろう。準備、まだもうちょっとあります。解析の方もいいかな、こっそり見てます。なんでこっそりかな、なんでかな。4列目、すごいやん。あ、今日のそうリハでちょっと間違っちゃったところとか、あとはそのダメ出しをもらうんでしょ、あの先生から、それを確認しとかなきゃなっていう感じですね。26列目、ジャンボチア2つとサイリウムで、ありがとうございます。26列目ですね、わかりました。ジャンボチアも嬉しい、サイリウムもよろしくお願い、ヨコニャンコールもお願いします。みんなさ、あのヨコニャンコールだけじゃなくて、みんなそれぞれのコールもよろしくお願いします。ボンバーかもしれません。愛のパークから、あ、嬉しい、よろしくお願いします。ライブ行く準備中、お、嬉しい。明日はあれですね、その12時からその18時までか、ココイチさんのキッチンカーとか、エスケープチカフェのプチカフェさんのキッチンカーとか、塩天地とかもいろいろ会場であるので、皆さん楽しんでください。なんか私たちもココイチさんのやつかな、食べれるみたいな、話聞いたけど、どうなんだろう。あ、新衣装もね、見えるかもしれません。あ、ラジコさんでも聞いていただけますね。みんな来たよしの、ありがとうにゃん。いや、まだですね、飲めなくて、ちょっとまだダメって言われて、蜂蜜ドリンク飲んでないのちょっと味が分かんないんです。
見たみたいな感じって言ってた、おっしゃってたんですけど、マネージャーさんが。じゃあ私もでも明日飲めると思います、それも。あれそう、私まだ飲んじゃダメって言われたんですけど、明日くれないで頑張って。そうですね、一瞬一瞬大切に愛を込めて頑張ります。今日なんか一番話をするのはマリンですね。そうですね、一人でもちょっとなんかあの疲れてこうみんな反応できない時とかあるんですけど、それでも必死で永遠と喋り続けているのですごいなって思います。はい、パチパチ行くからね、ありがとうございます、頑張る。そうですね、そうなんです、コンサートに浸りながらいいじゃないよ、聞いてください。そうですね、そう、トスとかさちょっとあれなんですけど、でも家族にも思いが届くように頑張ります。一番下の席ですね、私もじゃあ下の席の方も届くように頑張ります。大きくね、そう8人だとよりなんて言うんですかね、あの大きく踊らないとあの見えないので頑張ります。わら、泣きわらだけど泣きわらそう、劇場公演ね少ないですもんね、公演が少ないで、そう最近そうイベントがねありがたいことに多いんですけど、12位かな、まずね公演あるので、安くも頑張ります。芸能審査してほしい、選べる公演ので、確かにそれだけはちょっと期待ですよね。私はこんなこと祈ってます、よろしくお願いします、お願いします。そうです、ラベルメンバー考案です。あざとちゃきいいでか残ってるかな、でもあれですね、なくなり次第販売終了みたいになるみたいなので、ただあのパチパチパチミツドリンクはあもうそうなんですけど、パチミツドリンクだけ開演ん終演後だ、終演後も販売がしていただけるみたいなので、残ってたら多分そうです残ってたらインスタだよ、豚骨ラーメン、あー前のかな、福岡行った時の、ありがとうございます、嬉しい。そうサイズも本当にデカビタさんみたいな感じですね。そうセノジュンです。じゃあ楽しみしています、嬉しい、頑張ります、パーティーしましょう皆さん一緒に。18時開演ですね、あ仕事こう来てくださるのかな、忙しい仲間ありがとうございます、間に合いますよ、でも気をつけてお越しください。0.7 倍くらいの速さ、本当ですか、ごめんやん、サイリウムの放送少ないで助かります、ピンク水色サインですよねそれ全員少ないのか、ケータリングかもしれませんね、と思ってます。
サイン、あーそう、サインの方はねまだまだちょっとまだそこまで行ってないんですけど、落ち着いたら書かせていただきますね。うん、ジャムウチアのビニール、どっちがいいんですかね。うーん、お任せします、わかんない間違いない、あの使う時だけ出すとか。513と551、あ、言い方がってことかな。うーん、あ、パチパチパチ、あ、パチミシドリンク飲んでくださるんですね、わー嬉しい。明日はた、もう私たちもいただくので、飲んでいただいたり、でもココイさんも食べるから、プチカイさんどうだろう、あ、でも飲めると思いますね。うん、たらも一緒の胃袋で一緒にパーティーしていただけますのではいそこもいいですね。チーズ発したいので、明日はお腹すなすかせていきます。おお、すごい、わー、レッツパーティー、ワクドキです、ワクドキ。よく口の陰でコラボドリンクとかいろいろ分かりました、ありがとう。あ、本当ですか、よかったです。そう、詳細をあの X さんのポストに貼ってるので、あのどこで売ってるよとか、なんか詳しいなんかの詳細がね、そう載っていますので、ぜひ見てください。そうですね、確かに次につながるコンサートに、私たち8期生もですし、その他のメンバーというかね、にもつながるようなコンサートになるように頑張ります。1815日連続もありがとにゃーん。そう、限りありますね。足を考えて迷ってます。ツインテール？え、秋ですか？本当ですか？びっくり。もう時間ですか？まあ、仕事できないので、今日人通してください。あー、そういう方もね、いらっしゃると思うので、その方にも思いが届くように頑張ります。はい。あの曲からかな？何の曲でしょうか？編集先からかな、直で、え、ありがとうございます、嬉しい。